クレ神殿は、中華民国の軍人、北京政府、安ン派に属した。字は兄。保定陸軍促成学堂を卒業した後に、北洋第六鎮に任官する。1913年、陸軍第六氏、第三混成旅で団長に任命された。1914年、長高市行率いる、陸軍第七市不評第14旅旅町に、昇進する。 1918年11月、湖南省で竹雄陳樹氏を兼任する。1920年、張高市行の公認として、第七市市長に昇進した。1921年、第七市を率いて、先制省入りし、同年12月に仙南陳樹氏を兼任した。1922年、半竹市将軍の位を授かる。 1923年3月、陸軍上昇区組の位を授かる。1925年5月、失政団木づきから先生ただし弁に任命されたが、同年8月、ただし弁の地位は、孫だけに移った。1926年、兵玉省に敗北して、先生省から駆逐され、天津に逃げ込む。その後、国民政府により1928年11月に、 河南省政府委員に任命され、翌年までその地位にあった。これを最後に、政治、軍事からは引退、天津で偶虚する。新密政権から再任用を打診されても、応じなかった。1945年2月16日、天津で脳一血により病没。去年60、ありがとうございます。